はい、どうも不明だよです。今回ですけれども、リーク情報ではなくて、ちょっと自分たまたまですね、アップで来ないかなと、アップルストアじゃね、なんだ、ダウンロードするところを見に行ったんですよ、アップデを。そしたらね、もう、つむつむの失礼しました、つむつむのアイコンが変わっております。はい、ただこれ開くとね、変わってないんですけども、このね、ところを見るとですね、スターウォーズに変わっておりまして、ここをねよく見ると、ジダイトレーニングレイト、最高指導者カイロレン、 R2D2 ヨーダーがおります。でその中に、白いおっさんがいるんですけど、これがね、おそらくね、ルーク・スカイウォーカーだと思われます。はい、劇中に、エピソード789で出てきましたけれども、はい、おそらく、ルーク・スカイウォーカーなんじゃないかなと思います。で一応ね、スクショ撮ったんで、はい、で、ちなみに今回多分ノー編集でそのまま縦画面で動画出すと思うんですけども、はい、リーク情報機次第またあれするんですけど、とりあえずこんな感じです。見て、これが俺の精一杯の拡大です。このおじさんはね、おそらくルーク・スカイウォーカーなんで、このツムがね登場する、新ツムとして登場するのは、確定かなと思います。はい、情報としては以上なんですけれども、まだまだね、リーク情報は来てませんけども、そろそろね、このアイコンが変わったってことは、おそらく、アップデが来ますし、リーク情報もね流れてくると思いますので、ぜひね楽しみにしていてください。リーク情報機次第動画上げますので、お楽しみにしてくださいということで、一応ね速報ということで、この動画短めでございますけれども、お送りさせていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。